こんにちは。初めて顔出しをしたんですが、自分の今の気持ちとか動画に残しておきたいなと思ったので今撮ってます。はい、まずちょっと簡単に自己紹介すると、私は今29歳で京都出身で、ずっと京都に住んでたんですけど、結婚を機に彼の転勤先の関東の方に引っ越してきました。まあ、地元を離れて、新卒から勤めてた会社も関西の会社だったので辞めてしまって、で、まあ、知り合いもいないし、友達もいひんし、家族も遠くにいてっていう状況です。夫とはずっと遠距離をしてて、遠距離で4年ぐらいだったんですけど、まあ結婚の話が出て、最初はすごく悩みました。地元も大好きやし、友達もいるし、仕事も辞めたくないし、すごく悩んだんですが、そう、ただその当時私が一人暮らしをしていて、そう、両親が沖縄の石垣島に移住をしまして、で兄弟も結婚して遠方に住んでるので、そう、だから地元やけど一人で暮らしてたんですね。まあ1年ぐらいかな、一人でいるのがすごい結構寂しくって、でまあなんだろう、このままずっと関西に一人で住んで仕事を続けるのってもうちょっとしんどいなって思う時がありました。仕事はすごいやりがいもあったし、楽しくって辞めたくない気持ちもすごいあったんですけど、一人でいるのが寂しすぎた。そんな時に彼からちょっと結婚の匂わせがあったので、まあ本当にめちゃくちゃ悩んで、母にも友達にもすっごい相談して、めちゃくちゃ悩んだけど、まあ、一回仕事辞めて休憩して、彼とか家族とか大事な人と過ごす時間をちょっと一回撮ってみようと思って仕事を辞めました。と、暑いので彼と結婚するっていうことは自分も転勤族になることで、まあ関西、地元を離れて関東に引っ越して、で今後も2年ぐらいのスパンでそれが続いていく、すごい正直めちゃめちゃ不安ではあったんですけど、一回やってみなわからんなということで、友達とか職場の方もまあ無理やったらまた戻ってきたらええやんって言ってくださったので、それですごい気持ちが軽くなった、そっかと思って、それでまあ仕事を辞めて関東に引っ越すことになったんですけれども、引っ越す前に一旦有給消化とかもあったので、両親が住む石垣島に行ったんですね。でその時の動画もあげてるんですけど、両親と一緒に過ごすのも楽しかったし、島の生活が本当に楽しくって、結婚式を控えてたので日焼けをしないようにあんまり海には行けなかったんですけど、父親が釣った魚を母がさばいてくれて食べたりとか、青い空と青い海と豊かな自然と
すごいね、なんか癒されたんですよね。で、彼との新婚生活が待ってるはずやのに、なんか行きたくないってなってましたね。まあまあまあ、そんなことも言ってられないんで、関東に引っ越してきて、知らない土地で彼と過ごすのは楽しいけど、不意に猛烈に寂しさが襲ってきて、最初の頃は毎日泣いてました。休みの日に夫がいろんなところに連れて行ってくれたりとか、結婚式を控えてたので、その準備とかでいろいろしてるうちに、だんだん寂しさは紛れていったかな。でも夫しか喋り相手がいないので、話が噛み合わなかったり、なんか通じなかったりすると結構うーんってなって、今は雇用保険を活用して失業手当をもらってます。月1でハローワークに通って仕事の相談とかしたり、失業手当はまあもらってるんですけど、専業主婦になっちゃって、なんか、仕事をしてないとやっぱり社会から切り離された感じ、自分だけが止まってて、けど毎日は過ぎていって、自分だけ取り残されてるような感じ。すごく孤独を感じることがあります、ただめちゃめちゃ暇なので仕事したいなと思って、いろいろ求人とか見たりしてた時に、夫からまた転勤かもっていう話が、今2月なんですけど、来月の3月に転勤がある説濃厚ということで、カメラの充電が切れちゃいました。そうそうそう、で転勤の可能性がまた出てきちゃって、動くに動けない状態になってしまいましたね。ーやだね転勤。やっと慣れてきて、まあ楽しくなってきたかなっていう時だったので、また最初からかって思うとちょっとズーンって感じもしますけど、楽しみな気持ちも少し2割ぐらいあります。8割は不安。今後の働き方もどうしようかなと思ってて、転勤の旅に辞めてまた新しい土地で仕事を探してってなると結構大変やなと思ってます。でも知り合いも欲しいし、あわよくば友達も欲しいので、外でも働きつつ、なんかお家でなんかできるような仕事もできたらいいなと思って今考えてるところです。専業主婦でいれることに感謝をしながら、明るく楽しくやっていけたらいいなと思ってます。あ、この間旧 Twitter の X で、こなし専業主婦はニートっていうツイートを見つけたんですけど、まあそうだよなと思って、異論はないです。今は本当に友達が欲しい。気軽に誘ってカフェとかお買い物とかに行けるような友達が欲しいなと思ってます。どうやったら友達ってできるのかな。はい、今日はそんな語り動画になってしまいましたが、今後も動画はゆるく Vlog とかゆるく上げれたらいいなと思ってます。あとショートでお弁当の動画とか上げ始めたので、またショートの方もこちらの
動画の方もまた遊びに来ていただけたら嬉しいです。同じような気持ちの方とか、友達になろうっていう方とかコメントお待ちしてます。最後まで見てくださってありがとうございました。またねー。